こんにちは。ということでね、バスケチャンネルなのに、まあ、なんかちょっとシューズのレビューをしっかりしたことがないということで、久しぶりに新品のバスケを買いました。これもね、見える？ということで、ね、見てください、これ。ルカワンですよ。ルカドンチッチのね。なんか結構ジョーダンって、そこが硬いから、まあ、自分の168ぐらい、まあ、富樫勇樹サイズなんですけど、ちょっとごめん、写真出してもらって。あ、ね、ちょっと硬い、そこが硬い場所はあんま好きじゃなくて。なんだけど、まあ、ちょっとこれなんで試してみたかったっていうと、これね、前に履いてたカイリー7。で、これ結構今愛用してます。フリークワン。まあね、このね、フリークワンずっと結構ガードの人とかが履いてる人が多くて、まあ、コービーをモチーフにして作ったとかっていう、あれもあるらしくて、まあ、それ履きやすいんですよね、柔らかくて。通りちょっと、フリークワンは硬いんですよ。新品ってのもあるかもしれないんですけど、まあ、ジョーダンなんで、ちょっとそこが硬い。まあ、ちょっとだから、走りやすさはどうなのかなっていうのがあるんですけど、まあ、このね、フリークワンは、かなり走りやすいです。メッシュみたいに、メッシュ素材で、もうランニングシューズがバッシュになってます。で、ハイビー7は、走りやすいし、グリップもめちゃくちゃ良かったんですけど、これ両方結構グリップいいシューズなんですけど、あの爪がね、もう、何枚くらい剥がれてるかな？ 6 枚くらい。親指がとにかく当たるんですよ。なんでちょっと爪が剥がれまくりすぎてこれに変えたっていう経緯なんですけど、ルカワントライしてみたいかと思ったけど、これ履いてたあの日本代表の女子の町田瑠唯ちゃんとかがみんなこのルカワン履いてるんですよ。宮崎選手とかで日本代表の結構小柄な顔でこれ履いてるっていうことで、まあ、自分もね、まあ、結構割とサイズ同じぐらいなんで、まあ、ちょっとジョーダンあんまり履かないんですけど、普段試してみたいなということで、ちょっとね足通してみたいと思います。やっぱり反発結構ありそうです。クリークやっぱこんだけ曲がるんで、もしかしたら柔らかいの好きなんですけど、蹴り出しとかめちゃくちゃいいかもしれない。毎回ジョーダンちょっとね32とかなんか失敗したことあるんですけど、ちょっとこれは期待かもしれません。ということで試合やってるんですけど、これから入りたいと思います。
はい、ということでね、高校生の練習試合の終盤に、履いてから、じゃあ3週間ぐらい履いてみました。まあ、ということでね、今自分が持ってるシューズが、ここにある、カイリー7、コービー AD、こちらですね、フリーク1なんですけれども、いや、今もうね、ここら辺を結構交互に履いたりしてたんですけど、もう正直今本当にこれしか履いてない。ルカワンしか履いてないぐらいかなりいいワッシュだなというふうに思いました。まあ、ですね、自分やっぱガードなので走りやすさ結構重視してるんですけども、ちょっと以前のジョーダン35かな。あれはちょっとなんか走りやすさがちょっと合わなかったと言いますか。なんかね、この厚さの感じが、ちょっと自分には合わなくて、走りやすさがちょっと足りないなと思って、すぐ、フリーク1とか、その時は、カイリー7に戻してしまったという感じなんですけども、ルカに関してはかなり走りやすさもある上に、もう硬い分ですね、このカイリー7、フリーク1なんかよりかなり、アウトソール硬いんですけど、硬いんだけども、かなりこの反発の具合もね、ガードにとってはこう踏み切りとか、走り出しとかがすごいいいなというふうに感じました。走るアシストがかなりカイリー7フリーク1より硬さが、この程いい硬さがある部分、フリーク1とカイリー7なんかよりも個人的にはかなりプレーはしやすいなというふうに思いました。まあ、なので体重のそんなに重くない大きくない女子の日本代表選手が履いているというのもかなりうなずける内容になっておりました。履き慣らしの部分に関してもですね、動画でちょっと見ていただいた1周目の高校生の最後の本当終盤なんですけど、あそこの時から3周目まであまりも何も変わらず履けるかな、履き慣らしもそんなに自分は時間を要さなかったというふうに感じております。ということでね、3週がっつり履いた中でもボロくなっているとかダメージになっているとかもありませんし、学生プレイヤーさんなんかにもかなりおすすめになるんじゃないかなというふうに思います。このシューズの、ね、高さなんですけれども、まあ、ちょっとカイリー7もちょっと高め、でかなりフリーク1もちょっと低めな感じがするんですけれども、ちょうどいいこの、ね、二重構造みたいになっているんですけれども、まあ、これが相まっているのかはわからないんですけれども、かなり足首の安心感もあるなというふうに感じました。まあ、あとですね、これ普通のグリップっぽく見えるんですけど、かなりグリップもいいなというふうに感じました。3場所ぐらいですね、体育館で使ったんですけど、まあ、高校生の体育館最初の動画、1試合ですね、ちょっと動画に載ってなかったかもしれないんですけども、市民体育館、かなり綺麗な床の体育館で1回、中学校の体育館で、1回かなということで、結構いろんな場所でプレーしてきたんですけれども、まあ、それぞれの体育館でかなりグリップを発揮してくれてはいるかなというふうに感じております。1周目からですね、3周目すごい遜色なく、グリップを機能してくれているように感じました。まあ、あとですね、やっぱりこう底が硬いのに、軽さがある分かなりそれで反発がある上に軽い、走りやすいという感じがやっぱガードにはすごい向いているんじゃないかなというふうに思いました。まあ、個人的にね、かなり欠点がないようなバッシュに感じますし、ちょっとできればまた、安いうちにね、もう一足手に入れておきたいなというふうな、シューズになっております。ということでね、久々に結構調べてシューズ買いましたので、ちょっとシューズレビューをしてみたという感じになります。またこうシューズのレビューなんかできる時あったらしていきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。本日はご視聴ありがとうございました。